はい、それでは元気キッズ参りましょう。このコーナーの担当は土井のり子さんです。第1週目のこの時間は酒井ふみかのカメラ日和です。このコーナーは子育て中の女性の笑顔を増やすココロプラスの提供でお送りします。ココロプラスの代表でベビーフォトグラファーの酒井ふみかさんにお話を伺います。酒井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつもはねお一人なんですけども、ね、今日はもう一人といいますか一組の方がいらっしゃいますよね。はい、ご紹介いただけますか。はい、私がですね、毎月開催しているカメラ講座に以前、はい、ご参加くださったママと可愛いビビちゃんが今日来てくださってます。セラチハルさんと今月1歳を迎えるエイト君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎月のように講座されてます。はい、どんな感じなんですか。はい、カメラ初心者のママ向けの講座という形で、お手持ちの一眼レフとかミラーレスカメラを持ってきていただいて、主に赤ちゃんの撮り方のコツとか、綺麗な明るい写真が撮れるようなお話をさせていただいてます。で、ランジ付きの講座なので、そのあたりもママたちにご好評いただいてます。子供と一緒に受けたりできるんですか。そうなんですよ、お子さんと一緒に来ていただいて、実際に撮影する時も我が子をモデルにしながら撮影練習をしていったり、参加される方皆さん子育て中のお母さんなので、赤ちゃんが泣いたりしてももうお互い様という形で和やかに講座開いてます。一緒だと受けやすいですよね。そうですね、お子さんと一緒に来ていただくことで普段のカメラを使った撮影をね、その場でも再現しやすいですし、実際習っていただいたことをお家でもそのまま使っていただきやすいんじゃないかなと思います。はい、セラさん、はい、受けられていかがですか。もう一番嬉しかったのは、はい、諦めていた時に写真が撮れるようになった。何の諦めでしょう。この瞬間可愛いっていう時に撮りたい、撮ってカメラ向ける、逆光、顔映らない、諦めよっか、外にいる時とか特にそういう時にこう設定の変え方とかを習ったので、今この瞬間でも撮れるみたいな。で、周りの人もこの瞬間可愛いねって言って、でも逆光だよねって言ってても、逆光でも撮れるんよみたいな感じで今盛り上がってます、周りでも。もう本当に撮りたい時に撮れると、そこが大きいです。ね、赤ちゃんの表情ってやっぱりその瞬間瞬間でね、コロコロ変わっていくし、今っていうタイミングで撮れるといいですよね。はい、嬉しいです。2ステップぐらいで、こことここっていうポイントだけ押さえると、今までと全然違った写真が撮れるようになる講座なので、カメラを買ってもうほとんど使っていない状態で講座に来られる方もいらっしゃいます。で、特に女性ね、お忙しいママとかは取扱説明書ってなかなかじっくり読めないですよね。なので、本当に取説代わりといいますか、もう押さえておけばいいところだけをお伝えしてますので、講座が始まって30分後には皆さんすごいってびっくりされます。すごかったですか。すごかったです。本当に取扱説明書が本当に分厚くて、見る気がこうふーっとなっていたので、疑問に思うところを先生にこう聞いて教えていただくっていう感じで、すっきりしました。はい、どのような進め方をされるんですか、講座。まず最初に何枚か撮っていただいている今までのお写真を見せていただいて、それからママたちにどんな写真が撮りたいかなというような希望もお聞きしていきます。その後は具体的にちょっと操作のお話をさせていただくんですけども、お話ばっかりじゃやっぱりねつまらないので、実践でどんどん撮影をしていきながら講座を進めていきます。前半は主にお子様の撮り方とか、お外での撮り方のコツをお話ししているんですけども、ランチはちょっと場所を移動してお店の中でお食事をいただく前にお料理の写真の撮り方のポイントもお伝えしてます。まずね、なかなかこうお子さんと一緒にランチに行くっていうのもママにとってはちょっと嬉しい、ね、時間になると思うんですけども、食べる前にささっと綺麗に美味しく撮るっていうコツをレクチャーさせていただいて、その後はもう楽しくおしゃべりしながら、ランチも楽しんでいただいてます。セラさん、いろんなことが学べますね。はい、楽しかったです。やっぱりお出かけが限られているので、ランチも嬉しかったです。講座で
明るくね綺麗なお写真が撮れるようになってくると、お家でもねカメラを使う機会が増えるっていう風にたくさん感想をいただいてるんですけれども、やはりママから見た時に一番可愛いなって思う表情って、お家のねリラックスしている瞬間だったりしますよね、やっぱりそういうのをママご自身が子育ての成長記録として残せるようになるっていうのは、きっとママの気持ちのプラスにもなっていくと思いますし、アルバムなんかもね見返していただくと、これ私が上手に撮ったのよっていうそんな思い出にもなるんじゃないかなと思います。どうですか、お家でたくさん撮れてますか？はい、撮ってます。こうまだ初めてすることが多いの で、 そうですよ、ね、初めての〇〇みたいな感じ で、 そうですね、今からねもうすぐ1歳の誕生日だと、またシャッターチャンスが、はい、たくさんやってきますね。増えそうです、ね、カメラを持つ機会も増えます？増えます。カメラを持ってお出かけしようっていう意欲が湧くようになります。ちょっとお出かけ億劫だなって思ってたところがあったんですが、あ、今この季節もみじが綺麗だろうからちょっとお出かけしようかみたいな、うんうん、出るきっかけができました。カメラ講座に来てくださるママたちからよくお聞きするのが、はい、やはりせっかくカメラを持ってても、iPhone とかスマートフォンのカメラで済ませてしまうっていうお声をよく聞くんですね、はい、で、まあ、やはりその使い方がよくわからないとか、やっぱうまく撮れないっていうところが原因みたいなので、講座を受けていただくと一眼レフを持って歩く機会が増えたとか、またそういった撮ったお写真をメールとかで送ってくださる方もいらっしゃるので、私もすごくやりがいを感じてます。どうです、どんどん腕が上がってます？ママさんたち上がってると思います。今Facebook とかねインスタとかでたくさんお写真を拝見する機会も多いんですけど、皆さんやっぱりおしゃれな写真が多いですよね。やっぱり綺麗なお写真が撮れるようになると、まあ、見ていただきたいとか、あと家族とかおじいちゃんおばあちゃんに見せてあげるのも楽しみになりますよね。どうせ撮るなら ね、やっぱり私も普段ベビーフォト撮影してますけど、ママを見て笑ってる瞬間が一番可愛いと思うので、うん、その表情をママ自身が撮れるようになると、きっとね子育てももっともっと楽しくなるんじゃないかなと思います。どうですか、セラさん、子育てに反映してます？反映してますね。確かに、あ、この瞬間が可愛いんだとか、こう、あ、今この瞬間撮りたいんだって思うようになりました。自分の心に余裕ができたような気がします、うん、はい、では酒井さん、普段講座をされているということなので具体的に教えていただけますか？はい、次回はですね1月26日木曜日の、午前10時から開催予定です。講座料が8000円でランチ付きの講座になってます。お手持ちのカメラをねご持参いただくことが多いんですけども、今からカメラを購入しようかなとお考えの方でも、まあ、どういったカメラが使いやすいのかなっていうようなお話もさせていただきますので、ぜひねこの機会にご参加ください。お申し込みは電話番号が 084-994-2323 までお願いします。もしくは心プラスで検索していただくとホームページなどご覧になっていただけます。今日は心プラスの代表でベビーフォトグラファーの酒井文香さん、そして講座を受けられた世良さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。酒井文香のカメラ日和。このコーナーは子育て中の女性の笑顔を増やす心プラスの提供でお送りしました。